近年、貨物系自動車運送事業者による交通事故が増えています。交通事故総合分析センター事業用自動車の交通事故統計によると、平成28年から令和5年にかけて、事業用貨物系自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数は約2割減少している一方、事業用貨物系自動車の死亡・重傷事故件数は倍増しています。保有台数1万台あたりにおいても、事業用貨物系自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数は約2割減少している一方、事業用貨物系自動車の死亡・重傷事故件数は約4割増加しています。このような状況を踏まえ、令和6年に法令が改正され、貨物系自動車運送事業者に係る安全対策が強化されました。貨物系自動車運送事業者は一人で事業を行っている場合でも、自ら安全対策を実施する必要があります。定められた安全対策をしっかり行うことで、安全運行に努めてください。この動画では、貨物系自動車運送事業者が実施すべき安全対策を、運行業務の開始前に行うものと日々の運行業務で行うものに分けて、それぞれ説明します。運行業務の開始前に行う安全対策について説明します。貨物系自動車安全管理者の講習受講。貨物系自動車運送事業者は、運行の安全の確保のために必要な事項に関する知識を身につけた上で、事業用貨物系自動車の運行の安全の確保に関する業務を管理するものとして、貨物系自動車安全管理者を選任する必要があります。貨物系自動車安全管理者として選任するには、国土交通省から登録を受けた登録貨物系自動車安全管理者講習機関が実施する講習を受講しなければなりません。一人で事業を行っている場合は、原則としてご自身で受講し、貨物系自動車安全管理者として選任・届出する必要があります。また、貨物系自動車安全管理者として選任した後も、登録貨物系自動車安全管理者定期講習機関が実施する講習を、選任の日から2年以内ごとに受講する必要があります。なお、講習はウェブで受講することも可能です。貨物系自動車安全管理者の選任・届出。貨物系自動車運送事業者は、営業所ごとに貨物系自動車安全管理者を選任し、画面の項目について管轄する運輸支局等に届出しなければなりません。令和7年3月末までに貨物系自動車運送事業経営届出を行った事業者は、令和9年3月までに選任が必要です。令和7年4月以降に貨物系自動車運送事業経営届出を行った場合は、当該届出後、事業を開始する前までに速やかに選任する必要があります。初任運転者等への指導・適性診断の受診。貨物系自動車運送事業者は、1から3に表示されている運転者に対して、法令に基づき運転者が遵守すべき事項等について特別な指導をしなければいけません。例えば、初任運転者に対しては、貨物自動車運送事業法その他法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項について5時間以上の指導を実施し、可能な限り安全運転の実技指導として添乗指導を実施するようにしてください。特別な指導を実施する時期は、貨物系自動車運送事業の経営の届出を行った時期や、対象となる運転者の種類ごとに異なるため注意してください。一人で事業を行っている場合は、ご自身で指導の内容について理解する必要があります。また、これらの運転者は、国土交通大臣に認定された適性診断を受診する必要があります。適性診断とは、
運転者の運転の癖や傾向を確認する診断で、運転に関する長所、短所といった運転の癖を様々な測定により見出し、それぞれの癖に応じたアドバイスを受けることで、交通事故の防止に活用することが可能です。適性診断には3種類あり、対象となる運転者や実施内容が異なります。例えば、初任運転者に対しては、診断の結果をもとに、プロドライバーとしての自覚、事故の未然防止のための運転行動、安全運転のための留意点等について助言・指導が行われます。適性診断を受診する時期についても、貨物軽自動車運送事業の経営の届出を行った時期や対象となる運転者の種類ごとに異なるため注意してください。また、貨物軽自動車運送事業者は運転者の氏名、適性診断の受診状況など画面に表示している事項を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に保管しなければなりません。健康状態の把握。貨物軽自動車運送事業者には、運転者に対し定期的な健康診断を受診させ、健康状態を把握することが義務付けられています。運転者に対する指導・監督。貨物軽自動車運送事業者は、すべての運転者に対して指導・監督を毎年実施する必要があります。一人で事業を行っている場合は、指導・監督マニュアルを理解することをはじめとして、自ら必要な知識を習得する必要があります。日々の運行業務で行う安全対策について説明します。業務前点呼。運行にかかる業務を開始する前には、点呼を行う必要があります。アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認します。当然のことながら、数値にかかわらず酒気を帯びた状態で乗務することはできません。疾病、疲労、睡眠不足など安全な運転に支障がないか体調を確認します。一人で事業を行っている場合は、自ら確認するようにしましょう。鏡を使って顔色を確認するのも有効です。顔色問題なし。また、自ら確認するのに加えて、同居の家族に体調を見てもらうことも有効です。顔色も良さそうだし、体調も大丈夫そうね。気をつけていってらっしゃい。異常気象時における措置。業務を開始する前に、その日の道路交通情報や天候の確認を行いましょう。異常気象時や天災等、業務に大きく影響が出る場合は、無理をしないことが重要です。車両点検。車両の日常点検を行います。灯火類の点灯、ブレーキの作動、エンジンルーム内、タイヤの状態等について、目視等により確認します。日常点検は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うようにしましょう。点呼の記録。日常点検の記録を記入し、運行を開始しましょう。過積載の防止、貨物の適正な積載。集荷・運行の際には、荷崩れが起きないよう、重たい荷物は下に積載する、小さな荷物は大きな箱にまとめて入れる等の工夫をするほか、過積載とならないように注意してください。業務後点呼。アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無をチェック。点呼日時や酒気帯びの有無等について記録しましょう。業務前・業務後の点呼の記録は、1年間保存しなければいけません。なお、記録はパソコンやスマートフォンによる電磁的な記録も可能です。運転者の勤務時間の遵守。安全な運行のために、
勤務時間や休憩時間の計画を立てましょう。運転者の勤務時間については、厚生労働省で定められた改善基準告示を遵守しなければなりません。なお、連続運転時間は4時間以内となっています。運転が長引くようなときは、適切な場所で十分な休憩を取るようにしましょう。その他、1日、1ヶ月、1年の拘束時間の上限等が定められています。一人で事業を行っている場合には、自ら勤務時間や休息期間を計画、管理し、遵守するようにしましょう。業務の記録。貨物系自動車運送事業者は、業務の記録について、主に表示された項目の記録を作成しなければいけません。運転者の氏名、車両番号、業務を行った日時や地点等を記録するようにしてください。業務の記録は1年間保存してください。なお、記録はパソコンやスマートフォンによる電磁的な記録も可能です。事故の記録。貨物系自動車運送事業者は、事故が発生した場合、事故の大小にかかわらず、表示の項目について事故の記録を作成し、3年間保存しなければいけません。国土交通大臣への事故報告。死傷者を生じた事故等、重大な事故については、管轄する運輸支局等を通じて、国土交通大臣に報告しなければなりません。報告する主な項目は表示の通りです。ここまで貨物系自動車運送事業者の安全対策について説明してきました。一人で貨物系自動車運送事業を行っている方も含め、法令で定められた安全対策を確実に実施し、事故なく荷物を運べるようにしましょう。貨物系自動車運送事業にかかる安全対策については、こちらをご覧ください。